石崎汽船グループの松山、小倉フェリーが運行しているフェリー。来島丸の台船として、来島ドック、大性工場で建造され、1987年4月27日に、就航した。2009年11月1日、関西汽船の営業譲渡により、フェリーサンフラワーによる運行となる。2013年4月1日、 フェリーサンフラワーの松山小倉航路撤退により、石崎汽船の完全子会社として設立された松山小倉フェリーへ航路と共に継承される。2019年2月のドック入り時には大規模リニューアルを実施、塗色を白地に石崎のロゴが入ったカラーリングに改め一等室の二人、定員化や二等室の一人あたりスペースの拡大などを行った。船体は4層構造で、 船橋路甲板、客室甲板、2層の車両甲板を有し、上部から AD 甲板と呼称されている。A 甲板は操打室、乗組員区画及び旅客区画、B 甲板が旅客区画、DC 甲板が車両甲板となっている。選手及び船尾にランプウェイを装備しており、車両甲板間は船内スロープで連絡されている。 2019年の大規模リニューアルにて、6人定員の1等室の2分割、ドライバールーム2等寝台へのコンセント取り付け、2等欧部屋、や寝台の毛布から布団への更新などを実施。2019年リニューアルにて白を基調としたデザインに変更。パブリックスペース教職、物販設備入浴設備2019年リニューアル時に廃止。2003年8月26日。 20時40分、松山港に接岸中の元船で、シャーシの積み込み作業を行っていた、乾板員1名が、車両に挟まれ死亡した。事故原因は、ヘッド切り離し前のシャーシの後部を通行したためとされたが、車両誘導時の安全措置が不十分だったこと、運行管理者の運行管理が不十分だったことも、原因とされた。ありがとうございます。